杉山さんも当然開幕マスクをかぶっている自分を想像していると思いますが、どうですか？そうですね、まあ、若松が開幕になってくれば自分も必然的になれるかなっていうのはあるので、はい、なってほしいですね。かななのかな、かななのかな、杉山さん、かな僕です若松さん、無理とか言わないの、本当にただまあ、このバッテリーじゃないにしても杉山さんはね、やっぱり開幕でマスクをかぶりたいという思いはあると思いますが、そうですね、やはりもうそこを目指してやってるので、はい、このオフは真面目に、すごく真面目にやってますか？やってます。そうですか、はい、そういえば杉山さん、監督がマスクをもうかぶることはありませんよ、ね、で同時に非常にキャッチャーの争いは激しくなりますね、年明けから。そうですね、逆に楽しみですね。おやっぱりライバルがいた方が自分ももっと頑張れると思うので、はい、頑張ります。桂選手、ドラフト3巡目木下選手、三つどもえと見ていいですか？あの、松井さんとか竹山さんもいるんで、はい、おっしゃる通りです。松井選手も入れてキャッチャー大変ですよ。もちろん、ね、自分にしかないものをどんどん出していけるようにやっていきたいかなと思います、はい、なるほどね、はい、会場の皆さん、ツッコミありがとうございました若松さんもルーキーのピッチャーたち入ってきて、はい、もう一回競争大変ですね。まあそうですけど、まあ、自分のことやれば大丈夫だと思うので、はい、できることをやって、まあ、周りを気にせず、はい、前に進みたいと思います。おぜひですね、2016年具体的に何勝というものを、せっかくファンの皆さん集まっていただきましたから、ここで皆さんにお伝えしましょうよ。どうでしょう、25、言った方がいいですか？当たり前です。どうしようかな。25。まあでも最低10勝はします。で最高、マー君超え。マー君超えは無理だろって、絶対絶対無理だ15勝します。15勝いただきました、はい、ありがとうございます。そして杉山さん、15勝と右の方は宣言いたしましたが、杉山さんはどうですか？僕は一生懸命頑張りますでも最低やっぱりこれぐらいはマスクを自分が被っているって思いはあると思うんですが、まあ、今年、まあ、試合出た数が65だったんですかね、はい、確か、まあ、100以上は行きたいですよね。100以上ね、わかりました。じゃあ若松さん、はい、杉山選手が100以上被ってくれたら、はい、15勝のうち、まあ、13勝ぐらいは杉山さんになるのかもしれませんね。いや、まあ、15勝のうち15勝じゃないですかね。おっ、おね、ね仲がいいんだか悪いんだか本当にあなたたちはでも15勝のうち15勝だったらそれこそベストバッテリー賞でしょう。はい、そうです、ね、ベストバッテリー賞です。はい、はい、え、違うですか？いやいや、見事の大もがしされたなと思って。はい、あと若松さん、はい、2016シーズンドラゴンズはですね、まあ、チームが若返りますよね、それこそこの2人が引っ張っていくぐらいじゃないといけないと思いますが、チームとして、まあ、はい、また新たな1年に向かっていくその思いをぜひファンの皆さんに語ってください。まあそうですね、ベテランの方がいっぱい今年は引退されてチームも若くなってくると思います。まあでもその中でもファンの声援がとても僕たちを後押しするので、来年も応援よろしくお願いします。
最後ありがとうございました。続いて杉山選手もぜひ来シーズンに向けて意気込みを。そうですね、まあ、今年はちょっと残念な結果になってしまいましたが、来年こそは、ファンの皆様と共に、一生懸命戦ってなんとか優勝できるように頑張りたいと思います。またこれからもよろしくお願いします。はい、力強い報道をお二人からいただきました。さあ、それではですね、会場お越しの皆さんにぜひ、まあ、二人にせっかくの機会ですからご質問を頂戴したいなというふうに思うので、質問したい方はですね、挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。じゃあ、いいってことで、すいません。あ、いるよ。じゃあ、一番元気よく先に挙げてくれた、はい、大きい声で、あの少年、うん、そこから大きい声で言ってください。どうぞ。好きなお笑い芸人。関係ねえな、野球。野球関係ねえな、これ。どうしようか。どうしようか、お笑い芸人。まあ、でも、お笑いは好きでしょ、若松さん。まあ、見るのは好きっすね。ええ、じゃあ、最近マイブームのお笑い芸人。マイブームのお笑い芸人誰ですかね。過ぎちゃう。だいぶ古いけどね。だいぶ古い。古いとか言うね。3年前とかやめろって。誰ですかね。誰でしょう。最近の人、最近じゃなくてもいいですよ。でも、ダウンタウンさん好きです。おー、ダウンタウンさん、はい、ダウンタウンさん本当大好きで、ダウンタウンさんの出てるそのお笑い番組はよく見ますね、はい、そうですか、はいはい、じゃあ僕もダウンタウン好きです。わかりました、はい、ありがとう。じゃあ続いて質問受け付けます。どうでしょうか。じゃあ奥の女性の方行きましょうか。2番目に挙げていただいたんで、はい、後ろを振り返ったあなたです。はい、どうぞ。杉山さんに質問なんですけど、はい、試合中のヘルメットがちょっと頭の比率見たら大きい気がするんですけど、杉さんのヘルメットがちょっとオーバーサイズじゃないかというご指摘ですね。ご質問というよりは、杉山さんどうでしょうか。ですね、発注ミスです。で、一応あれ、メットの中に当てがついてて、はあ、一応フィットするようにはしてるんですけど、それでもちょっとやっぱまだ大きかったんで、ちょっとペローンってなっちゃったんですね。はい、来年楽しみにしてください。ジャストサイズでいきますから、来年はフルフェイスかもしれないです。ということでした。じゃあ続いての質問いきましょう。じゃあ最前列の方行きましょうか。はい、お願いします。はい、来年ユニフォーム変わるかどうか、球団の方に聞いていただいて。あ、ちょっと分かんないな。変わるんですか。変わるのかな。サードユニは変わるのか分かんない。ごめんなさい、こういうのって大人の事情があって発表できる時期っていうのがあるんですよ。ごめんなさいね、申し訳ないです。すいません。もうしばらくお待ちいただけると自動的にですね、我々マスコミが報道すると思いますので、申し訳ありません。はい、じゃあ続いての質問いきましょう。はい、じゃあ女性の方いきましょうか。はいはい、すいません。若松さん、野菜好きですよね。あ、そうですね、もう最近野菜しか食べてないです。毎日バーニャカウダ食べとるっす。杉山さん、はい、お米好きですよね。そらもう、でもうあれですね、野球の次に好きですからね。野球の次に。まあ、せっかくこういう質問いただいたんで、若松さん好きな料理とか好きな食べ物教えてください。好きな食べ物ですか。はい、僕フライドポテト大好きです。え、フライドポテト。はい、ね、ジャンキーなんでこの子は。すごいですよ、ポテト食う量半端じゃないですよ。もしなんか食事してる時にこいつ見かけたら見ててください、絶対ポテト出てくるんで 100%。杉山さんは好きなもの。好きなものですか。え、なんすかね、美味しいものです。美味しいもの。
ピーマンの肉詰めが大好きです。ピーマンの肉詰め、やっぱりね、野菜入ってますもんね。やっぱり野菜入ってますもんね、野菜を食べましょう、2人とも。まあそれで痩せましたからね、自分は。はい、じゃ あ次の質問が最後になっちゃうかもしれませんが、選手に当てていただきましょうかね。元気よく手を挙げてください、どうぞ。杉山さん。みんなに手を挙げていいって。若松さん、お一人当ててください。ね、さっきからずっと挙げてるから、うん、そう、俺。はい、どうぞ。来年、若松さんがセ・リーグの中で一番勝負したいバッターは誰ですか？誰やろな。寒いっすね。いや、でも、誰だ、誰ですか？誰に一番、聞かないの、あなたの質問してるのか。でもやっぱ、今年ヤクルトの川端さんに一番打たれてるんで、お一番というか結構打たれてるんで、来年はそうですね、川端さんと勝負して勝ちます。はい、ありがとうございます。逆に同じ質問、杉山さん、このバッターによくやられたな、マスクかぶっていてね、よくやられたな。若松とですか、かぶって、若松と組んでてってことですか？いやいや、別にいいですよ。杉山さん自身がマスクをかぶっていて、このバッターにはよく攻略されちゃったなっていうバッターいます？そうですね、誰だろう。筒香。筒香ね、大体大野投手が投げてましたね。どうしたらいいか分かんなかったです。そうですか。確か13打数の10安打ぐらいいかれましたよね。一時9割5分とか出れたので。ちょっと研究しておきます。これはチームとして課題ですね。そうですね、はい、はい。じゃあこれが最後の質問ですが、杉山選手に当てていただきましょう。最後の質問です、どうぞ。じゃあ杉山選手、誰かお一人ご指名ください。じゃあ、はい、中央の。何歳まで野球がやりたいですか？若松投手からいきましょうか。まあマサさんまでとは言わないですけど、はい。ちょい大変なんですよ。体のケアとか、ね、本当にすごいですもんね。レジェンドですよ、あの人は。いや、でもまあ40で何年ですか？22年目とかですか？20年目ぐらいまでやりたいです。20年目、はい、っていうことはまあ38、はい、39ぐらいまではやりたいと、はい、もうそこまででいいです。そこまででいいです。もうはい、そこまでまだやれるかっていう保証はないですけど、はい、そこまでやったらもういいかなって多分僕なっちゃうと思うんで。そうですか、はい、そこからは家族サービスします。なるほどね、はい。杉山さんどうですか？51歳までやりたいです。おお、頑張れ。記録更新したろうかなと。キャッチャーで51セーブでやったらすごいことですよ。その頃も腰ボロボロになってます。まあ長い現役っていうのもね、一つ目標にはなりますが、やっぱり大事なのは来年の1年、目の前の1年ですからね。来年の1年頑張ってください。はい、頑張ります、はい。ということで、今日はですね、若松投手と杉山選手にお越しいただいてトークショーをお送りいたしました。皆さんもう一度大きな拍手をお送りください。